嵐で漂流するオデュッセウスを助けるレウコテアー女神。EN、ジョン・フラックスマンがイノーは、ギリシア神話に登場する人物である。長母院を省略してイノとも表記する。定媒の王女として生まれ、後にボイオティアの王妃となった。死後、ゼウスによって、女神とされ、海の女神レウコテアーあるいは、レウコトエーとして信仰された。レウコテアーとは、白い女神の意である。カドモスとハルモニアーの娘。 兄弟に、ポリュドーロス、イルリオス。姉妹に、アウトノエー、セメレー、アガウエー、ボイオーティアの王アタマースの後妻となり、二人の息子、レアルコスとメリケルテースを生んだ。アタマースには、最初の妻ネペレートの間に二人の子、プリクソスとヘレーの兄弟があり、イーノーは、この二人に悪意を抱いていた。イーノーは、密かに土地の女たちに種麦を炙らせて作物が、 実らないように工作した。穀物が芽を出さないのを怪しんだアタマースが、デルポイの信託を仰ごうと使者を送ると、イーノーはこの使者を買収し、プリクソスをゼウスの生贄に捧げるよう信託があったと言わせた。アタマースがプリクソスを生贄にするために山頂に引き立てたとき、ヘイラクレースがプリクソスを救った。一説には、救ったのは、実母のネペレーとも言う、プリクソスは、 妹のヘレーと共に、金毛の羊の背に乗って逃れ、二人が乗ったお羊は、コルキスの金羊毛として、後のイアーソーオーンとアルゴナウタイの冒険につながる。かつてイーノーは、姉妹のセメレートゼウスの子、ディオニューソスを娘としてかくまったことがあり、アタマースはこれを黙認していた。ヘイラーは、このことを憎んでアタマースに狂気を吹き込んだ。アタマースが白いを見つけて、矢をいたところ、 殺したのは、イーノーとの息子レアルコスだった。その光景を見たイーノーも狂気に駆られ、沸騰したお湯の入った鍋にメリケルテースを入れて殺し、その遺体を抱いて、海に飛び込んだ。別の説では狂気に駆られたアタマースは、レアルコスの体を八つ咲きにした。イーノーはもう一人の息子、メリケルテースを抱いて逃げたが、アタマースに追い詰められ、母子共に海に身を投げたとも言う。 ゼウスはディオニューソスを育てた恩義に報いて異能を女神レウコテアーとし、メリケルテイスは渡積パライモンとなった。女神レウコテアーはコメーロスの女子誌、オデュッセイアー第五巻に登場する。レウコテアーはナンパしたオデュッセウスにカモメの姿をとって近づき、身につければ決して溺れることのない力を持つベールを貸し与えて彼を救った。パライモンはスイフの守護神として信仰された。 また、メリケルテースの意外はイルカによって、コリントスに運ばれ、これを記念して、イストミア競技祭が設けられたという、ペンテウスを引き裂いて殺すアガウエイとイーノー。紀元前450年から425年頃の、アッティカの八条期とは全く別の話がある。イーノーは、山中で大仙猫に襲われ、その時に、バッコスの狂乱がイーノーに取り付き、イーノーは、大仙猫を引き裂いて殺し、 そのままパルナッソスさんのマイナスたちの主演に加わった。アタマースは、イーノーが死んだと思って、テミストを5歳に迎えた。後になってイーノーが健在であることが分かり、アタマースは、ウバと偽ってイーノーを宮中に入れた。テミストはこれを見破り、テミストの子には、白い衣装、イーノーの子には模服をつけさせるようイーノーに言いつけ、翌日後衛に命じて、模服の子供を殺させた。しかし、 いい脳は危険を察して子供の服を取り替えていたので殺されたのはテミストの子だった。アタマーズはこれによって乱心したのだという。エウリピデースのギリシア悲劇バッコスの新女ではいい脳は姉妹のアガウェイアウトの絵と共にディオニューソスの共演に加わりこれを阻止しようとしたアガウェイの息子でテーバであるペンテウスの体を引き裂いて殺す。ロバート・グレーブスによれば イーノーとは、たくましくする女の意であり、断コン崇拝の狂乱の祭りと穀物のたくましい成長に関連がある。神話のいい脳の繊細ネペレーノ子たちをめぐる争いについては、ボイオーティアに植民した古代イオニア人とそこへ侵入してきたアイオリス人の宗教的対立が背景にあったと解釈している。すなわち、いい脳は、イオニア人が信仰を受け入れていた穀物の女神であり、 牧畜を制御とするアイオリス人は、雷人とその妻であるアマグモを信仰していた。イーノーの信仰に基づく濃厚の彩色をアイオリス人がアタマースとネペレーのものにしようとしたことに対し、イオニア人の女たちが種麦を炙ることによって、これを食い止めたのであろうとする。ありがとうございます。